長崎県美術館学芸員の川口佳子です。今日は中里鷹山の陶磁器薄手白磁についてご紹介をします。中里鷹山は、三河千焼の伝承に勤めた人物なんですけれども、今回展示している作品は手で触ってみると非常にもう割れそうなぐらい薄いということが分かるんですけれども、とても繊細な白い器です。こうした器は、あらかじめ薄く作り上げた器を刃物を使ってギリギリの薄さまでこう削り上げていくことで仕上げられます。1回で削ってしまわずに削っては乾かし削っては乾かしということを繰り返して作られるんだそうですけれども、本当にミリ単位で卵であるとか紙の薄さと比較されるほどの非常に薄いものなんですが、そういったミリ単位の形っていうのを人の手で作り上げていくことは非常に厳しさを要求されるものではないかというふうに思います。こちらの作品はコーヒー紅茶碗のセットとシングルグラスのセットなんですけれども、見ていただくと私たちがよく見るコーヒー碗紅茶碗の形をしているんですけれども、本当に繊細なんですね。で特に後ろのシングルグラスなどはそうなんですけれども非常に薄くて、こう乳白色の薄手のこう陶磁器の、後ろからこう光が透けて見えるぐらいに、薄いこう強い光を当てればですね、そういったことが分かってきます。光をはらんだような非常に滑らかで艶やかな独特の質感というのが特徴で、一度見たら忘れられないようなとても美しい陶磁器だなというふうに思います。こちらの作品は昭和天皇の即位の儀式に伴う供宴の場で使われた作品です。実際に使われたというわけではなくて、作られたのと同じものが残っていて当館に所蔵されているというものだと思うんですが、非常に薄手のお皿と碗のセットで、鶴であるとか菊の紋章などが見えるわけなんですけれども、この染め付けも鷹山が行ったということです。非常にこの出来栄えが良かったこともおそらくありまして、宮中で使われるものを鷹山の製陶所が作るということになっていきました。これだけ薄い作品、薄い形をしたものを焼き上げるとなると歪みが生じたり割れたりしてとても難しいのだそうです。なので無傷で仕上がっているということが非常にそれだけでも価値のある作品だろうというふうに思います。